セリーグファーストステージは最終戦にもつれ込んでいます。ファイナルステージにはどちらのチームが進出するんでしょうか。横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツ、クライマックスシリーズファーストステージ第3戦の模様をお送りしてまいります。ベイスターズの先発は右の伊能、対するジャイアンツの先発は右のマイコラス、以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。第9球投げました、見送ってストライク。第2球投げました、打った、センターへの打球、これはヒットになります。よう、ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。背番号7、第9球外角低め、ボール、完全なボール球。第2球投げました、2球目ストライク。第3球危ない球、次が4球目、投げました、打った、1、2塁間へ、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、2アウトランナーなくなりました。バッター恐怖の核弾頭坂本、第9球打ちました、これはいい当たり、入れば先制だ、伸びた、伸びていった、入った、先制ホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった、初球をうまく捉えました。チームメイトが迎えます。バッターは4番マギー。第9球ボール、バッターよく見ました。第2球投げた、ボール、カウンター2ボール、投球は3球目、投げた、打ちました、打ち返した打球はセンターへのフライ、センター取って、これで3アウトチェンジ。1回の表が終わって1対0、ジャイアンツまずは先制しています。1回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは梶谷。第9球直球ストライク、いきなり154キロ。第2球投げた、2球目ストライク、これで追い込みました。追い込んで投げた、外れた、ボール、これは完全なボール球、カウント1ボール2ストライク、打ちました、いい当たり、センターへ飛んだ、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番柴。第9球初球見送ってストライク、いきなり150キロ、投げた、ストライク、追い込んでから第3球をストレートはボール、インハイへ、完全なボール球、カウント、アウトコース高め、空振り三振、最後は154キロストレート。第9球投げました、初球打った、ヒット、ロペスいいバッティングを見せました。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。第9球ボール、わずかに外れました。第2球投げました、内角際どい球、ボール、カウンター2ボールノーストライク、タッチセーフ、もう一度一塁蹴る、あっと、第3球打った、これはいい当たりだ、入れば逆転だ、さらに伸びていく、ダイレクトフェンスに当たった、ボールは中継、一塁ランナーホームイン、ジャイアンツ追いつかれました、1対1。バッターは5番宮崎。ジャイアンツ一打負け越しのピンチを迎えています。第9球投げました、打った、セカンド左へのゴロ、セカンドこれは守備範囲内。1回の裏が終わりまして1対1、ジャイアンツこの回1点奪われ同点とされています。2回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは村田。第9球決まった、ストライク、
第2球投げました。決まった。ストライク。バッター追い込まれました。追い込んで投げました。低め外れてボール。はっきりしたボール球。カウント1ボール2ストライク。投げた。ボール。カウント2ボール2ストライクです。投げた。高めボール球打った。ショート左横のフライになりました。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは不屈の男阿部。第9球スプリットはボール。まずは低め。さあ次の投球。投げた。打ったに当たりだ。打球はセンターへ。ヒット。阿部ナイスバッティングです。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。第9球投げた。ボール。第2球投げた。スプリット決まってストライク。第3球は打った。ライトへ行った。ヒットになります。ボールは中継。石川いいバッティングを見せました。ジャイアンツ勝ち越しのチャンスを迎えます。第9球見送ってストライク。まずは見送りました。初球ストライクから危ない球。第3球を投げました。ストライク。バッター追い込まれました。次は4球目投げました。危ない球。第5球投げました。アウトロー。ボール。フルカウント。さあ6球目投げました。打った。フラフラ。あっとインフィールドフライ。掴みました。これで2アウト。ランナーは1塁2塁変わりません。第9球投げました。アウトコース低め外れてボール。ここはよく選びました。投げた。危ない球。第3球を投げた。スライダーボール。アウトコース低め。カウントは3ボールノーストライク。投球これから4球目。決まってストライク。次は5球目スプリットはストライク。さあラストボール。ランナー自動的にスタート。打ちました。ヒット。マイコラスナイスバッティングです。ジャイアンツなおもチャンスが続いています。第9球ストレートはボール。第2球投げた。直球決まってストライク。第3球を投げた。空振り。第4球を投げた。打った。流し打ち。ライトへ飛んだ。これはヒットになります。ボールは中継。ジャイアンツ2点入りました。3対1。2アウトランナー1塁2塁となりまして、長野第9球投げました。打ちました。ファウルボール。第2球投げました。決まった。ストライク。早くも追い込まれています。第3球打ちました。レフト前進。ヒット。長野いいバッティングを見せました。ジャイアンツなおもチャンスが続きます。第9球見送ってボール。第2球投げました。ボール。わずかながら外れています。カウントは2ボールノーストライクです。投げました。決まってストライク。第4球を投げました。打ちました。痛烈。いった。入った入った。ホームラン。満塁ホームラン。2打席連発。失投を逃しませんでした。7対1。ジャイアンツリードを6点に広げます。素晴らしい一発が出ました。右バッターボックスは4番マギー。第1打席はセンターフライに倒れています。投げた。ボール。第2球空振り。第3球を投げた。アウトコース。カーバー外れてボール。カウンター2ボール1ストライクです。投げた。インコースのボール右へ。取りました。これで3アウト。2回の表が終わって7対1。ジャイアンツ勝ち越しに成功しています。2回の裏、
これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは桑原、見送ってストライク。第2球投げた、2球目空振り、これで追い込みました。第3球を投げた、153キロ直球、空振り三振。マイコラスナイスピッチング。第9、スライダー見送ってストライク。1球目ストライクから第2球、ボール、カウントはワンボールワンストライクです。第3球を投げました、3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、打ちました、ファール。投げました、ボール、カウントはツーボールツーストライク。第6球を投げました、打ちました、これは内野フライ。マギー掴みました、これでツーアウト、ランナーありません。第1球投げました、ボール、これはわずかに外れています。第2球投げた、2球目空振り、150キロのまっすぐ。第3球を投げた、見送ってストライク。追い込んでから第4球を153キロ直球、空振り三振。最後は空振り三振で仕留めました。2回が終了しまして7対1、ジャイアンツ6点リードは変わりません。伊野降板、マウンド上ピッチャーは投げるサイレント K 久保、今日2人目のピッチャーとして登板です。3回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは村田、第1打席は内野フライに倒れて初球から打ってった、1・2塁間への当たり、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは不屈の男阿部。第9、ストレート決まってストライク。投球これから2球目、完全に外れた、ボール、はっきりしたボール球、カウントワンボールワンストライク。第4球を投げた、打った、ライト右へのフライですが筒子を取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番石川。第1球投げた、外角低めいっぱいストライク、まずは見送りました。初球ストライクから打ちました。芝、ボールを掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。ジャイアンツ三者凡退に打ち取られました。3回の表が終わって7対1、ジャイアンツ現在6点をリードしています。ベイスターズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー久保、ストライク、まずは決めてきました。第2球打った、ファールボール。第3球を投げた、152キロ直球、空振り三振。マイコラス3球で仕留めてみせました。第1球投げました、打ちました、初球打ち、フラフラっと上がった、セカンド掴みました、これでツーアウト、ランナーありません。第1球投げました、決まった、ストライク、いきなり150キロ。第2球、2球目ストライク。第3球を投げました、アウトコース高め、外れてボール、これは外れます。カウントワンボール、154キロ直球、空振り三振、ボール球で仕留めました。最後はスイングアウトの三振で仕留めました。3回の裏が終わりまして7対1、ゲームは中盤4回に入ります。トップバッターは小林、第1打席はピッチャーフライに倒れています。第1球、初球はストライク、まずは見送りました。第2球、打ちました、ファール。第3球を投げました、外角低め、スライダーは外れてボール、カウントワンボールツーストライク。ストレート、空振り三振、先頭バッター三振に倒れました。バッターはピッチャーマイコラス、直球見送ってストライク。1球目ストライクからボール、内角低め、カウントワンボールワンストライク、投げました、3球目ストライク、バッター追い込まれました、打ちました。第5球、投げた、打った、ライナー破った、ヒット。マイコラスナイスバッティングです。今日これで2打数の2安打。打順は1番に帰ってよう。第9、投げた、初球打ち、入るか入るか、フェンス直撃、ボールは中継、ランナー2塁でストップ。よう、いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げました。第9、投げた、外れた、ボール。第2球、投げた、決まってストライク。投球は3球目、
3球目ストライク、バッター追い込まれました。追い込んで第4球を流し打ち、どうだ、切れていきます、ファール。第5球投げた、打ちました。ロペス下がっていった、チャンス、1点入りました。8対1、今日2打席連続でホームランを放っている坂本。第9初球を打ちました、ライト前進、取った、よー、スタートを切った、三塁ランナーホームイン、坂本ライトへの犠牲フライ、ジャイアンツさらに1点追加、9対1。第9投げました、外角高め見送ってストライク。第2球投げました、決まってストライク、バッター追い込まれました。投球はこれから3球目。第4球を投げました、スライダーボール、バッターよく見ました、カウントは2ボール2ストライク。第6球は1塁ランナー時外れた、フォアボール。右のバッターボックスは5番村田、今日はショートフライとセカンドゴロ。第9見送ってボール、セカンドランナーちらっと見た、変化球ストライク、低め投げました、インロー際どい球、ボール、カウントは2ボール1ストライク。打ちました、ファースト左横のフライになりました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。4回の表が終わって9対1、ジャイアンツこの回2点を加えています。ベイスターズこの回はクリーンナップからの攻撃になります。バッター頼れる助っ人ロペス。第9投げました、外角縦のカード外れてボール、わずかに外、アウトロー際どい球、ボール、慎重に攻めてきます、カウンター2ボール、決まったストライク。第4球は変化球ストライク、アウトローへ、タイミング合いません。次は5球目、外ボール、わずかながら外れます、カウント3ボール2ストライク。縦のカーブ、空振り三振、2者連続三振。第9投げた、外角低め見送ってストライク、まずは入れてきました、決まってストライク。第3球を投げた、ボール、カウントは1ボール2ストライクです。次が4球目、投げた、空振り三振、バットアウト、まさに日の出るような直球。バッターは5番宮崎、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第9投げた、初球縦のカーブは空振り、投球これから2球目、打ちました、センターへ持っていった、ヒットになります。宮崎いいバッティングを見せました。バッターは6番桑原、今日の第1打席はスイングアウト、初球空振り、タイミング合いません。第2球見送ってボール、カウント1ボール1ストライク。第3球打った、1・2塁間のゴロ、マギー取った、1塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。結局1塁残塁で終了です。4回の裏が終わりまして9対1、ジャイアンツ8点リードは変わりません。5回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッターは不屈の男阿部。第9投げた、ストレート見送ってストライク。第2球投げました、インコース高め外れてボール、カウントは1ボール1ストライクです。投げました、ボール、これは完全なボール球、2ボール1ストライク、バッティングカウント。ベイスターズここは引っ張りに警戒します。変化球見送ってフォアボール、先頭バッターしっかりと見極めました。右バッターボックスには石川、これが3度目のバッターボックス。肩越しにランナー見た、第2球投げました、打ちました、投球はこれから3球目、直球空振り三振、石川全くタイミングが合いません。第9ボール、大きく外れました。投球これから2球目、危ない球。第3球を外れた、ボール、カウンター3ボール。第4球を投げました、ここは選んでフォアボール、久保ストレートのフォアボールを与えます。久保降板、左の砂田今日3番手としてマウンドに上がります。ランナー2人を置いて迎えるバッターはマイコラス。まずは二塁牽制、二塁タッチはセーフ。第9投げました、決まったストライク。第2球投げた、見送ってストライク、
ベイスターズ内野陣はゲッツー体制。追い込んでから投げた、外角高め、空振り三振。マイコラス三球三振に倒れました。第9球投げた、初球打った、柴バックしていった、ヒットよー、ナイスバッティングです。なんと4打数4安打、ここまで2安打の長打。第9球ボール。第2球投げた、アウトローを見送ってストライク。投げた、打ちました、ファール。追い込んで第4球をボール、完全なボール球。カウントは2ボール2ストライク。投げました、スライダーボール。カウントは3ボール2ストライク。ランナー自動的にスタートします。三振。5回の表が終わって9対1、ジャイアンツ現在8点をリードしています。5回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは戸柱。第1打席は内野フライに倒れています。第2球投げました、ボール。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました、3球目空振り、少し迷ったか。さあ4球目、危ない球。さあ投球は5球目、打った、バットが折れました。マギーボールを取る、1塁アウト、これはアウトです。第1球投げました、完全に外れた、ボール。第2球打った、レフトへ飛んだ、これはヒットになります。倉本、いいバッティングを見せました。バッターはピッチャー砂田。第1球初球バント、ピッチャーが左へ転がした、アウト。ランナー2塁に進みました。ツーアウトランナー2塁に変わります。第1球投げました、打ちました、鈍いゴロ。坂本掴んだ、一塁送球、アウトです。一塁はアウト、スリーアウトチェンジ。最後はいい守りを見せてくれました。前半が終わりまして9対1、ジャイアンツ8点リードは変わりません。ゲームは後半に入ります。バッターは恐怖の核弾頭坂本、今日6打点を挙げています。ベイスターズ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第3球はストレートはストライク。次が4球目、投げた、打った、痛烈な当たり、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番マギー。第9球投げた、ボール大きく外れました。投球これから2球目、決まってストライク。第3球はストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げた、スライダーボール低め、カウントは2ボール2ストライク。投げた、打ちました、右中間へのフライ、ヒット。マギーナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。第9球投げた、バッターの足元。さあ次の投球、2球目空振り。投球は3球目、投げました、見送ってボール。カウンター2ボール1ストライクです。投げました、打った、センター方向へ持っていきましたが梶谷掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9球投げました、決まった、ストライク。さあ次の投球、見送ってストライク、バッター追い込まれました。追い込んでから投げました、一つ外してボール、完全なボール球。カウントはワンボールツーストライクです。投げました、打ちました、これは内野ゴロ。宮崎ボールを掴んだ、サードから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナーマギー残塁に終わりました。6回の表が終わって9対1、ジャイアンツ無得点で終了です。ベイスターズ、この回は上位打線から始まります。先頭バッターは柴、ここまで2三振といいところがありません。初球ストライクから直球決まってストライク、これで追い込みました。投球はこれから3球目、インコース低め、外れてボール、わずかに外れました。カウントは1ボール2ストライク、インハイ、空
空振り三振。最後は151キロストレート。第9球投げた、危ない球。第2球2球目ストライク。第3球を投げた、あっと引っ掛けた、ファウルボール。次は4球目投げた、151キロ直球、空振り三振。2者連続三振になりました。第9球投げた、初球スライダー空振り。さあ次の投球打ちました、バットの先っぽ、キャッチャーの頭上フラフラっと上がっている、掴んで、これで3アウトになります。マイコラス三者凡退に抑えています。中盤まで終了しまして9対1、ジャイアンツ8点リードは変わりません。ゲームはこれから終盤に入ります。トップバッターは石川、今日はここまで3打数1安打1三振。第2球投げた、ボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました、スライダーボール、カウントは2ボール1ストライク。打った、左中間へ持っていきましたがヒット。石川いいバッティングを見せました。これで今日は4打数の2安打。右バッターボックスは小林、これが4度目のバッターボックス。第9球投げました、初球空振り、タイミング合いません。第2球これも空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げました、スクリュー、空振り三振。小林全くタイミングが合いません。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。第9球スライダーはストライク、まずは見送りました。1球目ストライクから投げました、決まった、ストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、打った、戸柱余裕があります、バックネットの前でボールを掴みました。第9球完全に外れた、ボール、はっきりしたボール球。第2球投げた、まっすぐ見送ってストライク。投げた、内角高め、スクリュー外れてボール、カウントは2ボール1ストライク。打った、ピッチャー倉本、取った、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。満員の横浜スタジアム、その上空には華やかな打ち上げ花火が豪華絢爛に咲き誇っています。7回の裏、ベイスターズラッキーセブンの攻撃、先頭バッターは宮崎。第9球投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク。第2球投げた、危ない球、投げた、縦のカーブ、ボール、2ボール1ストライク、バッティングカウント。投げました、縦のカーブ、ボール、インローへ、カウントは3ボール1ストライク、低め決まってストライク。第6球を投げました、打ちました、いい当たり、ショートから一塁送球、アウト。宮崎いい当たりでしたが、ショート正面でした。これでワンアウト、ランナーはありません。見送ってストライク。第2球投げました、打ちました、切れていきます、ファウル。ドキは3球目投げました、打ちました、ショートバウンド取った。マギーうまくさばいています。これで2アウト、ランナーありません。第9球投げました、低め外角ストライク、タイミング合いません。1球目空振りからストライク、これで追い込みました。第3球は1球外した、ボール、カウント1ボール2ストライク。投げた、打ちました。第5球投げた、152キロ直球、空振り三振。最後は空振り三振で打ち取りました。7回までが終了しまして、9対1ベイスターズラッキーセブンの攻撃は0で終わり、ジャイアンツこの回は2番からの好打順、先頭バッターは長野、今日はここまで4打数2安打1三振。第9球ボール、ここはよく選びました。第2球投げた、2球目空振り、少し迷ったか、投げた、3球目ストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げた、流し打ち、ロペスボールを取る、ロペスそのままベースに入ってアウト。バッター恐怖の核弾頭坂本、今日6打点を挙げています。初球から打ってった、ショート正面、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番マギー、今日はここまで3打数1安打。第2球
投げました。ボール。カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げました。3球目空振り、タイミング合いません。さあ4球目打った、セカンド右、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。ジャイアンツわずか3人で攻撃が終わりました。8回の表が終わって9対1、ジャイアンツ現在8点をリードしています。さあここは守備を変えてくるようです。8回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは倉本、第1球投げました、ボール。第2球投げました、打った、ファールグラウンドで取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは代打ゴメス、後藤武俊。第1球投げました、スライダーボール。第2球投げた、見送ってストライク。第3球を投げた、打ちました、右中間へのフライですがセンター掴みました。これで2アウト、ランナーありません。打順はトップに帰って梶谷。第1球ストレートはボール、まずはインコース低め。第2球アウトコース高め、ストライク、タイミング合いません。第3球を投げた、インコース引っ張った、ライトの右、ファール。第4球を投げた、打った、あっと右中間、どうだ、ヒットになります。梶谷ナイスバッティングです。バッターはバントの名手石川。第1球ボール、一塁牽制、タッチはセーフ。第2球投げた、ストライク、膝元厳しい球でした。ファーストランナーをちらっと見て、ランナースタート、打ちました、ヒットエンドラン、ヒット、ボールは中継、石川いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。さあここは守りどころです。第1球投げました、初球決まってストライク。第2球投げました、完全に外れた、ボール。カウントワンボールワンストライク。投球は3球目投げました、3球目空振り、追い込んでいます。追い込んで第4球を打ちました、当たり底でのセカンドゴロ、セカンドから一塁送球。マイコラスなんとか踏ん張りました。8回までが終了しまして9対1、ジャイアンツ依然砂田降板、右の三上、今日4人目のピッチャーとして登板です。いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターは亀井、第1球投げました、初球落ちるスライダー空振り、初球空振りから投げました、ボール、外角低め、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げた、ボール、わずかながら外れています。カウントは2ボールワンストライク。高めの球空振り、第5球投げた、打ちました、センターへの打球、これはヒットになります。亀井ナイスバッティングです。先ほどからセカンドの守備に入っています。片岡、まずは一塁牽制、タッチセーフ。第1球投げた、ムービングファーストはボール。第2球投げた、打ちました、打球はレフトの左へ、ファールボール。第3球を投げた、3球目ストライク。次が4球目、投げました、打った、流し打ち、ファーストへ力のないライナーです。第1球投げました、初球見送ってストライク、いきなり150キロ。第2球投げました、2球目ストライク、バッター追い込まれました。投球はこれから3球目、外れた、ボール。カウント1ボール2ストライク。第4球はこれはいい当たりだ、いった、入った、入った、ホームラン、ツーランホームラン、レフトスタンドに叩き込んだ、ムービングファーストを完璧に捉えました。チームメイトが迎えます。バッターは8番小林。第1球投げました、打ちました、1・2塁間へ、
ロペス掴んだ。三上取ってアウト。これで2アウト、ランナーありません。ピンチヒッターは岡本。第9投げました、打ちました、初球打ち。第2球投げた、アウトロー、空振り、少し迷ったか。第3球を投げた、打ちました、当たり損ない。倉本ボールを掴んだ、アウト、スリーアウト、チェンジ。9回の表が終わって11対1、ジャイアンツ2点を追加しています。ジャイアンツピッチャーを変えてきました。先発のマイコラス、8回1失点の好投でマウンドを譲りました。マウンドに上がったのは沢村、今日2番手としてマウンドに上がります。第9投げた、初球空振り、いきなり151キロ。第2球投げた、ボール、カウント1ボール1ストライク。投球はこれから3球目、内角低め、ストレートは外れてボール、2ボール1ストライク。バッティングカウント、投げた、打った、強い当たり、打球はそのまま伸びていく、ダイレクトで当たった、筒香ツーベース。さあバッテリー、ここは踏ん張りどころ。第9投げました、ボール、投げました、打ちました、一、二塁間への当たり、一塁送球、アウト。ジャイアンツなおもピンチが続きます。さあピンチが続く場面で迎えるバッターは桑原、投げました、初球はストライク、まずは決めてきました。第2球投げました、危ない球。第3球は見送ってボール、これは完全なボール球、カウントは2ボール1ストライク。投げました、打ちました、あっとバットが折れた、センター前進、抑えた、3塁ランナーはタッチアップ、ホームイン、桑原センターへの犠牲フライ、ベイスターズ1点返しました。沢村ここは踏ん張れませんでした。バッターは7番飛ばし、ジャイアンツここは何としても抑えたい場面。ストレートはボール、さあ次の投球投げた、スプリットはボール、カウントは2ボールノーストライクです。投げた、ストレート決まってストライク。次は4球目投げた、打ったに当たりだ、行ったか、どうだ、入るか、ダイレクトフェンスに当たった、戸柱ツーベースヒット。さあここは抑えたい場面、バッターは倉本。第9投げた、初球決まってストライク、初球ストライクから第2球ボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた、打った、センター方向に持っていきました、センター取りました、試合終了。ジャイアンツファイナルステージ進出決定。読売ジャイアンツの勝利でございます。勝利投手マイク、対戦投手ミノモ。さて本日のヒーローは坂本、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は11対2ジャイアンツ大差で勝利を収めています。実況担当は堂前秀夫で横浜スタジアムからお伝えしました。